お、いたいた。どうも、亀田さん。亀ですが、カッパではなくて。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ今回も早速夢見の館へ。いらっしゃいませ。ラクゼーションサロン夢見の館へようこそお越しくださいました。ということで今回は個性的な住民さんの住む白爪草村へ行ってみたいと思います。心地よい夢をご希望かしら。一眠り500ベリでご提供いたしますわ。いい夢見せて。ええ、お任せくださいな。では夢をお取り寄せするためにインターネットにおつなぎしますわね。ということで白爪草村に出発。はい、白爪草村に到着。かわいい。本当は白爪草咲いとる。夢の世界へようこそ。あなたは今白爪草という村の夢を見てらっしゃるのよ。現実の世界にお戻りになりたいときはもう一度こちらのベッドに横になってくださいましね。それでは都の白爪草の世界をご堪能遊ばせ。ってことでこれは両方合わせて、あ、オーロラで撮る。おー、いいね。いいね、幸せな気分になるね。これ真ん中のやつは何やろ。これはメガホン、マリンスーツ。そしてプレゼント。プレゼントは一体、まあ、多分持ち歩くものかなとは思うけど。あ、四つ葉のクローバー。なるほどね。なるほど。じゃあそれを身につけるんだ。イェイ。こんな感じで、ででーん。個性的な格好。めちゃくちゃ個性的な格好。あ、てかめっちゃ綺麗だな。見て見て見て、インスタ映えしそう。超インスタ映えしそう。え、この色の組み合わせ超好きなんやけど、このバラの。え、めっちゃ良くない？え、これ紫とピンクと白。いや、いいわ。超幻想的なんやけど、やば。いいね。こんなとこに囲まれてさ、ピクニックするのめっちゃ良くない？はい、それじゃあちょっと一軒目の家に。このタイルもすごい可愛いよね。これもクローバーやん。で、ほら、至るところに、ちゃんとこのクローバーが。すごいね。だって、このクローバーってさ、え？あ、そっか、え？え？クローバーってあれよね。なんか抜いたら雑草と同じみたいな感じでさ、なくなるよね。だけど、好きなところに植えれるわけじゃないってことやんか。四つ葉のクローバーやったら植えれるけど。一軒目の家はあ、これか。これだわ。これだわ。目の前めっちゃ通ってきたし、なんならここのタイルの説明までしたね。はい、お邪魔します。結構なんか豪華そうな家。はい、ここが、白爪草村の村長さん、ななみさんの家。クローバーが好きです。めっちゃ良い。めっちゃ良き。そしてまあ全体的にこの、ね、クローバーもそうやし、あ、カッパ。クローバーもそうやし、まあ、植物が好きっていう感じよね。緑。お、ほら。しおりにもして使いよりよ、クローバー。そして、この上に飾ってあるこの時計もクローバーのやつよね。いいの、見てこれ。壁にかけてある服まで、しずえさんの服で緑で統一しとる、すげえ。すげえ。はい、それじゃあちょっと左の部屋へ。お、左側はグレースの。グレースのセットですね。あ、これ全部揃えたらこういう感じになるんや。すごいな。なんか私、こう、グレースのところでも結構、服とか家具とか買いよるけど、でも私こっちじゃなくって、なんかすごい乙女チックな方買いよるわけよね。なんかこっちちょっとさ、苦手ないよね。あ、全部集めたら、まあ、全部かどうかわからんけど、こういう感じになるっぽいです。マスターハニワが、コーヒーをついでくれているのかしら。まあ、でもこれ、ゴージャスな感じはするよね。すごいするよね。ほい、そして、奥の部屋へ、自分もちゃんと、クローバーの髪飾りをつけている。お、奥は奥で、ね、儚げ。めちゃくちゃ儚げなんだけど、なんかね、飾ってある花まで、
いいね。でもこの雰囲気めちゃくちゃ好きよ。こういう現実では絶対にないであろう雰囲気の部屋。本当のお金持ちってこんな感じの部屋やったりするんかな。え、でもたまにさ、芸能人とかでこうオタク紹介みたいな、なんかセレブのオタク紹介みたいな感じのしおるやつってさ、本当になんかキラッキラよね。こういう系統ではないかもしれんけど、めっちゃなんかギラギラしてるよね。本当にそんな感じなんやみたいな。はい、そして右側の部屋へ。なんかすごいね、リビングがこうやってさ、すごいなんか素朴な感じやのにね。お、右側はなんかあったかくてポップな感じ。いいね、いいね。卵や卵。あ、周りはなんか自然。秋の紅葉や。そして、ナースがこんなところに。あれか、お金持ちだからもう、お抱えナースとかが家にいちゃう感じなのか。お抱えナース、そんなのがいるのかどうかはちょっとよくわからないけれど。ん？旅行に行く準備かな？よきよき。かわいい。え、このベッドはキノコのベッドかな？多分。え、かわいい。え、こんなんやったっけ？あ、私持ってないんかな、キノコのベッド。私が持ってるのはただの水玉のやつかもしれん。この下に落ちてある、このチラシは、このチラシもなんか、かわいい。な、女の子の絵が描いてあるよね。これマイデザインってことやろ？おー、かわいいね。かわいいね。いいね、いいね。ここのね、村長のななみさんは、ツイッターでさ、なんか、いろいろと、この、白爪草村のマップも、手書き？手書きなんかの。絵で描いとってけんさ、え、すごいかわいいと思った。はい、2階の部屋へ。お、2階は、ウッドだ、ウッド。ウッド、木の温かみが感じられる。なんかこういう部屋に、ゲーム機ってすごい、新鮮な感じするよね、逆に。Wii U だ、無人島脱出ゲームが入っている。無人島だ、あ、いいねー。このタヌキチのさ、時計めっちゃ好きなんよね。可愛くない？タヌキチじゃないかもしれないけど、タヌキの。あ、そしてほら、3DS。これも、豆粒。私、豆粒のやつ、そういえば持ってないんじゃないかな。ねえ、確か持ってなかった気がする。しずえさんとかは持っとんやけど、すごいね。セーラー服が好きなんかな。え、一応この一番端っこのこれもセーラー服やろ？ちょっとデザイン違うけど。そしてこれはなんか同じだけど、あれか？洗濯した時の替えなんかな。多分今着とるやつもセーラー服やったよね、村長さん。ほらほらほら、セーラー着てる。3着持ってるのか、すげえな。はい、そして地下は、ここは外ってことかな？すごい。え、やっぱりお金持ちなんや。家の中にこんな空間が。ほら、外でケーキバイキング、おお！見て、お店の人がいた。いいね、いいね。ここで食べてくよ、私。めっちゃいいやん。ま、家の中っていうか、これは多分、ま、家の近所の商店街的な感じなんかな。っていう風に判断しておこう。じゃないとお金持ちすぎる。ほい、それじゃあ。確かね、村長の家だけがこっち側に、ま、一つポツンとあって、あと向こう側に3軒、ま、2軒並んでて、あと1軒、こっちか。あれ？道がない。あったあったあった。途中道は切れるのか。はい、これで端っこの方、お、公園。おー、いいね、いいね。そう、こういう、ちゃんとね、あ、すごい、これ見て。ちゃんと縁に雪が積もっとる。すごいな。すごいな。最近こう、公園とかでさ、遊ぶ子供はあまり見かけないけれど、やっぱあれなんかな、危険やけんとかそういう、感じなんだろうか。はい、それじゃあ2軒目。お邪魔します。お、外に住人さん歩きよりやん。あ、すごい、超、え、超かわいい。これ、白雪姫でしょ？ちょ、待って。私寝る。私そこで寝るから。ね、寝れない。
泣いてよ。あ、寝れた。寝れた。ジャージ姿の白雪姫。いいね、いいね。じゃあみんなちゃんと王子様連れてきてよ。はい、それじゃあ、右側の、じゃなかった、左側の部屋へ。お、そしてここは不思議の国のアリスだね。一応ここの家は、ま、童話をモチーフとした家らしくって、ま、一つの作品だけじゃないってことやね。素晴らしき。トランプだけでね。すごいな、なんかトランプ家具も、こんだけ集めたらめっちゃ壮観な感じやね。あ、そして確かにこういうなんか、バラの椅子とか使えるね。はい、そして奥の部屋へ。奥の部屋へ。とりゃ。奥のこの部屋は、ここは童話とは関係ない感じかな。ま、海辺で、ウクレレを弾くと。これウクレレなんかな？これがウクレレかどうかはちょっとわからないけど。てか、砂の城ってこんな感じで作れる人おるんかな？すごすぎん？いや、昔ね、砂の山を作るのはめっちゃ好きやったんやけど、私、砂場とかでもめっちゃ遊びよってけんさ。でも砂の城作りよる人って正直見たことないよね。逆に大人とかの方がああいうのするんかな？ほい、そして、右側の部屋へ。今度こそ右側の部屋へ。ほ。お、右側はなんか、めっちゃお菓子や。あ、かわいい。見て、クマちゃんの服までプリンなんやけど、超かわいい。え、怖い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 。何？何を作ろうとしてるの？もしかして、もしかしてこの、今滑車で必死になって走ってるハムちゃんを、君は切り刻んで材料にしようと。そんなお菓子を出さないで。怖い、めっちゃ怖いよ。ちょっとしたダーク要素が入ってきました。あ、でもお菓子の家いいな、理想やな。ね、一生に一回ぐらいは食べたいよね。お菓子の家。住みたいじゃなく食べたいやけど。はい、二階へ。お、二階はすごい綺麗な感じ。あ、どうも。ここのメイドさんですか？よきよき。でももしかしたらこう私が分かってないだけで、すべての部屋がちゃんと童話になっとる可能性もあるよね。あるよね。もしかしたら、このお話じゃないですか？みたいなのが、分かった人は、コメントに書いてくださいまし。じゃ、一瞬これを見た途端にちょっとね、何？これ何？旗折り機？旗折りとは違うんかな？旗折り機、旗折り機でちゃんとあったよね。あの、鶴の恩返しとかに出てくるやつ。あれとはまた違うんか。はい、そして、地下へ。お、地下は人魚の世界や。人魚人魚。リトルマーメイドかな？違うかもしれんけど、全然違うかもしれんけど。なんとなく、リトルマーメイドかなーと。童話、そして人魚。人魚姫か。人魚姫か。普通に人魚姫か。いや、まあね、リトルマーメイドも、あれだ、ディズニー版人魚姫みたいな感じやけど。まあでも、人魚姫、なのかもしれないね。ほら、人魚、人魚。ほい、それじゃあ。ここの、お、ここの住人さん、やっぱ童話な家だけあって、本人もメルヘンな感じやね。ユニコさん、カエルぴょこぴょこ。カエルぴょこぴょこ、みぴょこぴょこ。合わせてぴょこぴょこ、むぷ。ぴょこぴょこ。言えてなかった。言えると思ったのに。くっ。お邪魔します。お、ここはスプラトゥーンだぞ。すごくない？すごーい。自分で返事していく。
めっちゃ素晴らしきやん。いいね、いいね、いいね、いいね。あ、やっぱりほら、みんながインクで汚しまくっていった後には、ほら、ホースで、綺麗にしていく係の人がきっとおるんやわ。きっとおるんやわ、ほら。お掃除、お掃除。手入れとかめっちゃせんといかん感じのね。はい、それじゃ左の部屋へ。ここの近くを通りよったのが、さっきなんかスプラトゥーンっぽい人歩きよったよね、外。きっとそこだな。きっとそこなんだな。ほら、ちゃんと全部についてあるよ。全部の部屋にもしかしてついとんかな、これ。いいね。いいね。はい、それじゃあちょっと奥の部屋に行ってみようか。はい、奥の部屋へ。ほら、なんか、こんなね、こんな日常の一幕にまで、ちゃんとあるんよ。やばくない？もうどこもかしこも、ステージに早変わり。あ、そしてめっちゃ書類落ちまくってんだけど。大丈夫？ちょっと誰か仕事に行き詰まってるの？そういう時にはほら、インクでもぶっ放してね、すっきりしてくださいまし。売り上げのノルマが足らんかったかな、ちょっと。はい、それじゃあ、右側の部屋へ。あ、もう右側めっちゃべっちゃべちゃにされとる。すごいべっちゃべちゃにされとる。あ、まあ、ここは外だから。外だから、良きって感じ。あ、なにこれ。え、すごい。え、これはなんか、ビル？ビルを表現してるの？え、めっちゃすごいんやけど。すごい。え、めっちゃすごくない？もうそれしか言えない。超すごい。ほら、マンションのさ、ちゃんとこれ、再現されとるよ。そしてこれはこの下のやつもマイデザインかな？すごいな。素晴らしすぎる。ほい、そして2階へ。お、2階は、あ、かわいい、あおりちゃんとほたるちゃんや。あ、ここから、ここで多分2人が座って、まあ、いつものね、お話を。くまちゃん2人もちゃんとこの服を着ているし。ここから番組をお送りしうるわけやね。ほら、ちゃんとカメラもあって。私のドアップをお送りいたします。全国放送かな。ほい、そして地下へ。お、地下は、お、これでやっつけていくわけですか？これでバシバシやっつけていくわけですか？あ、すごい、ほら、ボムとかあるよ。わっ！爆発！あー、爆発するーっていうのを楽しむ。かわいい。服もめっちゃかわいい。そしてスーパーサザエ。めっちゃ震える。超絶震える。いや、いいね、いいね、いいね。全体的に、まあ、スプラトゥーンを表現した、スプラトゥーンの世界観の家。おお、びっくりした。この子をさっきテクテク歩き寄ったの。ナズナさんかな？ナズナって書いとった。そのナズナです。ナズナさん。かわいい。そして、最後の一軒。あ、この辺ちょっと和風なゾーンに入ってきたね。はい、それじゃあ、いない？住人さんは家の中かな？お邪魔します。あ、なんかそこにおる気がする。今、斜め下におった気がする。お、ここはセブンイレブン。え、待って、レジめっちゃ列できとるよ。やばいやばいやばい。ほら、レジめっちゃ列できとるやん。やばすぎるって。ほら、こっち側に立ってさ。案内してあげんと。2番目にお持ちのお客様、こちらのレジへどうぞ。チーン。え、てかさ。てかさ。いろんな制服あるんやけど、これはどういうこと？
察に来ているの？なんなの一体。謎すぎるんだけど。はい、それじゃあ左側へ。でも朝の通勤ラッシュの時間帯とかあんな感じよね、コンビニでもレジって。お、左側はなんか急に。あ、でもここは、部屋なんやね。部屋なんやね。ベッドが置いてあった。もう何？くつろぐだけの部屋って感じかな。な、ここに椅子があって、ゆっくりできる。で、こっちに座って、後ろで音楽をかける。なんか至るところにキノコ生えとるけど。え、これ寒くない？え、で、下寒くない？なんか。ねえ。で、ここで植物に囲まれて眠ると。はい、そして、奥は何やろ？コンビニの裏側なんかな？事務所的な？お、全然違った。え、全く違ったんだけど。どうした？どうした？急になんか南国気分になったぞ。素晴らしきやん。しかもこんなところにお風呂が。ジャグジー。いいね。入ろう、入ろう。もうね、こんな、あんなね、すごい列ができとったけど、ちゃんと、もしやこれがコンビニの裏側？豪華すぎる。これで出勤してきよんかな。ガラガラガラ。毎日が旅行気分よね。素晴らしすぎる。でも事務所が案内やったら絶対頑張れる気がする。あ、これ調理もしつつ、みたいな。はい、それじゃ右側の部屋へ。お、右側はラーメン屋さん。いいね。そのかこういうね、ちょっと古っぽい感じのテレビが置いてある。いいよね、なんか。私結構さ、こう何？店のドア？なんかこうテレビと反対方向にこう座ったりとかすることが多いんやけど、結構あの店の出入り口とかにさ、ガラスのドアがあって、で、そのドアに反射したテレビを見よったりとかする。結構くっきり見えるんよね。ほい、そして、2階へ。お、2階は学校や。学校、学校。今、給食の時間なんかな？いや、給食合成じゃね？シチューにおでんですか？やばい。やばい。それは多分今日は、給食は残らない日だね。多分すべてみんなペロッと食べてしまう感じや。なんかさ、小学生の時かな？中学もあるっちゃあったんかな？なんか、小中学生ぐらいの時ってさ、結構なんか先生が、今日はこの班と一緒に食べようみたいな。なんかそんな感じのあったんやけど。今日はちょっとこの班のみんなと話しながら食べようかなーみたいな。うん、なんか先生を思い浮かべたら中学生の時もあったような気がする。でも、多分ね、小学校はほぼ全ての先生やったけど、中学校はめっちゃフレンドリーな先生とかがそういうことをしよった気がする。それ以外はなんかこの辺が先生の席やけん、先生は自分の席で食べよって、で、そのすぐ横の班の人が先生と一緒に話しながら食べるみたいな。でも先生おられたらちょっとなんかね、食べづらいよね。そして何気に先生が一番喋って盛り上げるけん、逆にこっちちょっと食べれんかったりとかするんよね。ほい、それじゃあ地下へ。お、地下はちょっと大人な感じ、ゲームセンターやね。お、何？宇宙海賊か何かですか？あ、ごめんね、消しちゃった。消しちゃった。あ、なんかこういう感じのあるよね、真実の口のやつさ。ふぅ。怖い、怖いよ。いいね、いいね。こういうので、遊んでいくと。ちょっと雰囲気暗いけれど。まあ、大人が楽しむ場所ということで。ん？こっち側だった。ふい、そしてここの住人さんが、お、いたいた。どうも。亀田さん。亀ですが、カッパではなくて。カッパにしか見えないよ。亀田さんって言ってるけど。
自分でも、口でも亀って言ってるね。カッパじゃないのか。なるほど。ちょっと見かけで判断しちゃいかんっていうやつやね。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんかオーロラいいな。オーロラなんかついてすぐにハッてなるよね。